ってことで、いいよ。終わりました。ありがとうございました。はい。じゃあ、携帯で見てます。ありがとうございます。じゃあ、ここで放送スタートしていきます。はい。よっと。はい、ワクトリーで。今飯食った後に凸いただきまして、去年大畑の公園で自炊してる時にガリガリ君と、ガリガリ君とあの時は お茶の時水いただいた方です。実は生主さんだったんですね。ちょっとお名前が今ツイッターで、とりあえず放送開始しよう。こうしてこうし、まあ通常してやろうかな。うん。通常配信。必ずこうなる。で、やります。ミラクルマオさんか、そうそう、ミラクルマオさんだ。あれか。これで持ってこれつけて、よっと、よし。お願いします。2、1、0、開始と。こんなもんかな。食堂に入りました。いらっしゃいませ。で、今そば食ってきました。そばおにぎりセット。なんか そうめんっぽい滑らかなコシのあるそうめんみたいな感じのおそばでしたね。くまいらっしゃいませ。あ、今こそいは出します。で、今凸いただいたんですよ。去年青森来た時に下北半島でむつ市に入る前か、そう、ミラクルマオさんという方の、実は生主さんだったんですね。去年の大畑の公園で自炊しようとした時に、ガリガリ君と、確か水だったと思うんですけど、を、差し入れてくれた方がまた来てくれました。生主さんだったとは。あの時本当に一瞬でしたからね。リツイート？そこ。すぐそこにまだいらっしゃいます。一応顔 NG なんで、あ、今ここ、あ、今出した。そう、あの時の。で、ガリガリ君またもらって、あとこれもらいました。お土産。酒とば。これ皮むいて食うんだそうですね。で、今、多分その車の中で見ていただいてるのかなと思います。酒とば。お酒、私酒飲めないですけどね。新幹線15時40何分です。北海道、ああ。でも、津軽海峡さんって書いてあるんで、両方ありなんじゃないですか。あ、西村だ。去年、大間崎のちょい南側にあるところですね、西村。42分か。来てあぶると。酒とば、乾き物。お土産。新幹線の中で。焼くものはもう食ってしまったな。おつまみ、まあおつまみ系好きなんですけどね。あ、いいお値段なんだこれ。知ってしまった。ん？何が？やっと。ストーブ列車、さっき津鉄見てきましたよ。津鉄の五所川原駅。じゃあ。玄米そばはなかったです。ミラクルマオさんという生主さんでした。知らなかった。ん？おそば建築中。あ、ここですか。え、今年5月にこれが建築中だった。ん？茶屋印
うわ、結構足痛み残ってるな、まだ。というわけで今ガリガリ君いただきました。また当たりませんでした。飯はお蕎麦とおにぎりとお漬物のセットで、あの冷やしそばなんですけど、つゆがたっぷり入ってました。やえー、駅まで15時に着きゃまあ十分かなというところです。なので途中で三内温泉入って、で15時出発、温泉入る余裕多分あると思います。私は甘いもの好きです。宿あなたが泊まってください。うん、新幹線で早ての15時42分のに予約も今券持ってるので、なんだろう、お別れ、私の部屋、あ、これああいうホテルかな、やった、ちょっと絵がいいですね、愛か、おいらしせの、あ、おいらしそうですね。42分、私の部屋、マイルーム。いや、あれだけじゃ卑猥じゃないでしょ、別に。あ、いつかは。まだ下りじゃないな。いかがでしたね。ハイライト。ハイライトって難しいな。リンク、いや、リンクしまくりますよ。よっと。あ、青森で何回だろう。1、初の日入ってからですからね。1、2、3、4、5、あれ、5回かな ?5 人かな。あ、タラボッキ温泉ってありますね。何が多い？気使わない、まあ気使いますね。あ、トンネル。とつ、あ、多い。多いですね、初の部屋入ってから。そう、あの時の人で、さっきのは。来週、3週間後は、岩手県餅の関市に行きます。ん、何カードくれます？あ、青森市だ。去年はそう餅の関、そこ、あれ沼田はどこだっけ、沼田市、奄美那市、おお、これはどのぐらいの長さの、あ、あの時か、群馬新潟に抜けた時か、あ、沼田ってあの城跡みたいなあそこ通った時か、あれシェッドだ、スノーシェッドみたいなやつだ。うん、青森市入りを下ってる。館林は、館林は行かなかったっけ？ん？こんにちは。もうあとは20キロ弱で、風呂一風呂入ってから新幹線。
うん、今日帰ります。15時42分の新青森新幹線はやて。なんか遺跡推しが多いですね。多いなのか一人なのか。そんなにものすごい遺跡なんですか。東京まで3時間半ちょいのはずです。 3時間39分でしたっけ。今日は通常配信でやってるから FM エリアもすぐ死ぬだろうと思って。がっかりか。あと今本当に1週間もう結構早く過ぎたな。今回は特に、うん、うん、西のコカ・コーラ青森工場。うわ、またいつか。三内丸山遺跡のことだと思います。千分の一か、なかなかのもんですね。ん、何教えてもらって。あ、犬可愛かったな。電波状況、N、コーラのレシピ。犬可愛かったですね。 FMLE でしたっけ、あの時。SD カード、なんだっけ、 SD カード、ん、県民かな、より。ありがとうございます。またいつ来るかな、いつ来るかな。お、なんか可愛らしいホテルが。SD カードなんだっけ、 SD カード。うん、オイラスは天気のいい時にまた来たいですね。ベストルートで、ん、何仕事、ラブハに興味。そしたら、ん、なんだっけ。お、90分2300円、安い。ちょっとラブ、ちょっとラブ。この辺りそういうのが固まってるんですね。青森休憩、おお、ちょっとラブか。ちょっとラブ、ふふふ。ヒロム事件なんてありましたっけ、何でしたっけ、忘れたな。水辺に近づくと SD カードが、メディアが。うん、この横切ってのがバイパスかな。これは避けます。してくる車がいないな。何？ちょっとラブ。作業。マリアじっくりか、じっくりラブか。あ、15キロ。マウンテンバイクだ。ブサとスーパーコマチの連結車両なんですかね。あ、マウンテンバイク2人だ。来た人いらっしゃいませ。あー、筋だ。あ、3台だ。後ろ見てるからまだ来るのか。26度気温、高い。今の気温25度ですよ。で、日に当たってるところがヒリヒリします。あ、死ぬかもしれない。ちょっとラブのとこありますね。うん、15時42分です。
マウンテンバイク、まだ3台のほうだな。赤と黄と青の人がいる。分かりやすいな。若くもないだって。温泉まであと1時間かかるかな。1時間くらいは。でそこで一風呂浴びてから、一風呂浴びてから着替えて、で佐々木さん、さっきもそうですね。おー、温泉に入ります。新幹線乗る前に風呂入ってると結構気持ちいいですよ。お、こんにちは。あ、リンクをありがとうございます。まだまだですよね。うん、結構寝ると思います。さっき食事してて、あの冷たいそばで冷たいつゆを飲んだら結構すっきりしたんですけど、いや眠くなってきました。さっきのツイートは写真じゃ分かんないですけど、あのおにぎりは鮭でした。美味しかったです。ここね、あ、おいしく来た。あと3駅。お、え、まだ立ち見出てるんですか。今一回新しい枠に変わったのに、その上から、あ、炊くための道具ももう送っちゃいましたからね。身軽身軽。出てますか。すごいな。飛ば、ああ飛ばしちゃった、重い。飛ば重量物なんですよね。あとウーロン茶ももらいました。あ、吠えてる吠えてる。いやでもろくに音できてないですよ私今。カチカチ音します。カチカチ音はするものです。カチカチ音までよくて、ギギーとかいう感じの音がし始めたらやばいです。風が、うん、アメカシラと X バンドですかね。 X バンド MP レーダー。 X バンドの方はあのドーム型レーダーの、まあ、写真なのか何なのかなのアイコンのやつです。多面体レーダー、頭のカメラ。え、笑えるってなんで。普通ですよこんな格好。だからアメリカだと当たり前だと何度言えば、なれるなれる。普通普通。まだちょっとアクションカメラリテラシーの低い人にはキーに映るかな。アメリカアメリカ。アニメ、さっきの弱虫ペダルの話ですかね。アクションカメラリテラシー。
え、チンドン屋をバカにするのか。選手は初じゃないです。私はニコ生で初は誰なのか知らないけど、私は初さんがやってるの見た。であとはネット会だと初めては知らない。え、マンタマ、マンタマ日記のマンタマですか。大学時代サークルパソコン部みたいな部です。まだ登ってるな。マンジュシャベ2はいかないのかな。ニコ生、あのリスナーとやり取りがしやすいからですかね。なんていうかリスナーにあの負担が一番かからない見せ方かなと思うんですよ。ニュースとかログインしなきゃコメントできなかったりするし、あとユーストは、まあ、後付けですけどタイムシフトとか見てもコメント見えないですからね。あ、キンタマザルスさんって人は知ってるというかな、まあ、別に知り合いじゃないですけど、その人一番最初の人なんだろうか。ただその人の場合は自転車旅行プラスなんか自分の人生見せるみたいなのがあったんじゃないでしたっけ。ドキュメンタリーではないけど、その自転車旅行を見せるという意図なのかな、あれは。まあでもやってた人ですよね。パイオニアパーク、パイオニア、いや、あの誰がガスか知らないだけです、私は。速攻、これですか。蓋ないですね。小説、そうですかね。サブチャンネル、ニュースと、ログインしなくてもいけるんですかね。今日もいい天気。大した登りじゃないです。あ、この道、自転車の人がパラパラ来ますね。巾着だって埼玉の。こんにちは。メギダだ。あ、なんで競輪場。でも今の競輪の人僕はどうだろう、足の太さ見りゃよかったかな。マイマイ、よかったですかね今の人。変更了解です。あそこに合流してからだったかな。マイマイですか。いや、メリダのロードバイクだったかな。え、前のところ、合流する前ってここ合流してんじゃないですか。これかマイマイ広場。室田さん、今本当にご対面したんですか。羨ましいような、そうじゃないような。まあ、ああ、なるほど。え、放送にいいな。いや、まあでも本人も熊だしな。レストランみたいな。ここも軽食食べられたみたいですね。よっと。それではですね。いや、直売所ですね。コンビニっぽくないです。おう、なんか買っていくわけじゃないので、あの野菜とかいっぱい売ってますね。道の駅の、道
道の駅の直売所、あの産直の物売ってるとこみたいな感じですね、メインは。それプラス軽食を食べられるコーナーがあって、日野さん北海道って13キロ、13キロか。2時半に温泉ついて、あまり時間ないな。今ここ出し直しました。まあ行きますか。惣菜カフェって書いてありますね。まいまい。うん、皆さん、いやーでもお客さんは、いや見たところなかったですね。まいまい。雨矢印だ、雪、積雪用の矢印だ。うん、録画してます。あ、これたびは録画今してないですよ。いや、自動で、いやーしてないな。ちょっと、このたび録画したけど止まっちゃって、カタツムリ。チェック、あ、信号渡ってからしかし変わりませんな。うん、カットなしですね。今回もボタン押しました。しかしまるで押されてないかのような。うん、そこに気をつけます。自動無料エンジン働かないっぽいですね。燃焼ボタン、うまく音入りましたか。あれ、あれ、あ、放射分離式か。やっとだ、やっと。じゃあ延長、延長どっかで。長かったですね。放射分離式だから。昨日輪行、いや輪行は、輪行っていうのは自転車袋詰めて、列車とかフェリーとかに持ち込むことが輪行なので、普通走ってる分にはツーリングですかね。私は数日泊まるとツーリングで、日帰りだとサイクリングっていう風なニュアンスで使ってます。はい、昨日の Y、クリア、延長延長。あ、ボンジュだ、ボンジュ。あ、そうそう、サイクリングとボタリングの境界線も適当ですよね。ボンジュワン、さっきボンジュそばでしたよね。あのボンジュなのか。今日は三内温泉。延長は今手でやりました。よし、いやいや、
このドライブインはもうやってないですね。ポタリングは略じゃなくて、ポターっていうのがうろつくって意味だ、ポターがうろつくだったと思います。だからハリーポッターは急いでうろつくという逆の意味の言葉遊びになってるんじゃないですか、あれは多分。でポターの ING でポタリング、ポッターん釣れた。ポタリングは造語なんですかね、海外でポタリングは通じないのかな、徘徊ですかね。ニックポタリング、だるくだる。でしばらくこのバイパスに行かないといけない、他に道がなくて。ん？スタッフ警備？あんまり走ってて嬉しい道じゃないけど、確かこれ脇道がなかったと思います。右下がり、右よい、外よっ。ヘルメットが頭の上で傾くんですよ。あ、バイパスですよね、車多いから。さっきからあの路側帯にカマキリがじっとしてることがある。 2,3 匹見ました、ここまでにカマキリ。ん？これ途中から脇道に抜けるルートにしてるので、そこまで我慢。途中から線路沿いの細い道なりに行くことにしてます。カマキリ夫人、マンティス夫人、マダムマンティス、これも大群ですね。宇宙街道かな。さあ、あのハサミ結構痛いですよね。そう、本線沿いの脇道に途中からまだ行けないですよね、ここからだと。うん、タラボキ温泉ありますね。あれ噛みつくっていうか、鎌でやってきませんか、鎌で挟んできませんか。え、まだバイパスじゃない。あ、この辺りからだっけ、カマキリ。そうですか、外いたら、外あちこち行ったら結構カマキリ見ますけどね。カマより線沿い、確か予定ルートも構造にしてたかな。で、ひどいとこにあるな、このボタン。このボタン、あれ明かりがついてるかどうかわかんない。予定ルートでもこれからそれることをしてましたよね。あ、ついてる、押すボタンは遠いよ。うん、外食ばっかりなんですよ。ブラブラする、そんな感じですよね。ん、止めてやります。今気温が24度。あったかいというか、日に当たってると暑いんですよ、今日は。ガリガリ君さっきもらったけど、ちょうどよかったです。いいですね。なんだっけ？やっと。よいしょ。よいしょ。やっと帰りました。ん？やったやった。
本線沿い、あ、線路ありますね。うわあ、すごいな、こんなに交通量あるのか。いい天気ですよ。今日はなんか晴れと曇り交互だったと思うんですけど、天気、ん？柵が？すごいな、あっという間にここまで列ができるのか。9、本当やった。いや、私は押してない。うん。線がここからあの線路沿いなんで、車はこっち来ないのかな。あっちが混んでるから。よし、了解です。何時頃ですか。今13時34分で、ニュースが飛び出してくる予定は何時頃でしょうか。天気いいですよ、本当に。ある程度曇るんじゃなかったのかな、今日予報では。風を受けてると気持ちいい。やっと離脱しました。イベントありがとうございます。イベントコメント、この旅も残り5キロか。あ、5キロ、そんなもんですか。まあ、三内温泉に2時ぐらいつけたらいいな。うん、マニアックな、そうそう、あの、うん、マニアックな道の方が、面白いもの見つけられる可能性が高いと思ってるんで、あと車少ないので、ここはなんとか駅の近く、元の駅、あ、元じゃないや、駅は何があるんですかね、この近くは。近くにはないか。鶴ヶ坂山本っていうところです。バス停にそう書いてあります。鶴ヶ坂ですね。ん、イオンモール福津、福津って福松屋崎が合併してできた私の実家の近くの町のことですかね。福津、福津、福津じゃなくて福津しか、いや福津、あれ待てよ、あれあれ、なんだっけ、福津でよかったっけ。大和郡、福津で会ってましたよね。福松矢崎福津、ん、福津、福津投手はどっちだっけ、逆境ナインだったか無謀キャプテンだったか。あ、いい感じの集落が。お腹、腹痛か、腹痛か。うん、スバル6号、え、あと15分でしたっけ。普通さらーい、15分後だと忘れてるな、多分。忘れて逃したらすいません。せっかく今情報もらったのに。15分後だと13時50分過ぎぐらいですね。あ、福津市ありがとうございます。わざわざ。いいよ。福間市だっけ？と津屋崎町でした。雨とよ。雪国雨とよ。最後に、いやいやいや、あ、もう少しで出発なんですね。熊に遭遇したらしいですね。ある意味羨ましいです。
多分クマに出会ったってそんな危機的な状況になることはまずないと思うんで、普通は。でもネロさんだからな、どうだろう。クマちらっと映ったぐらいなんですかね。ブログはやってなくてホームページやってます。更新してないですけどね。ああ、また少し眠くなってきたな。勝てそう。まだやってるんですか、クマと。まだやり合ってるんですか。だとしたら本当にやばいけど。旅のブログを、ブログ、うん、そうですね。というかブログは今時なんか、ブログはそんなに流行らなくなってきてるような気も。ツイッターとか SNS の方になって、お、なんかミニチュアっぽいクマを食いました。クマ汁か、ねぶたの方ですよね。青森近いから、青森市だから、ねぶたじゃなくてねぶたの方ですよね。これはそんなに大きくないけど、町サイズ、町とかでやるやつですかね。下に何か書いてある。足から青森市西は西は町ねぶた、町ねぶた愛好会。え、愛好会でこんなの作るんですか。これってかなりなコストかかるものですよね、多分。あとこういうのって今時は CAD で設計するんですかね。町ねぶたって書いてありますね。あ、町内会でも。へえ。よくできてますよね。もともと作った人がすごいよな。始めた人がすごいよな、これ。CAD がない時代に一体どうやって骨組みを作ったのか。CAD は昔は X68000 で CG の無償のツール使ってやってましたけど、今のやつ、最近 3D プリントサービス絡みで 3D データいじろうとして勉強してるとこです。プログラミング言語、JavaScript は最近書いてますね。ドラフターは知らないです。ドラフターっていうのは CAD ソフト。 X68000 の話、昔やってた、大学の時にやってたのは動画 CGA っていう、動画 CG アニメーション DOGA の CGA っていう、あれは何だろう、商用じゃなくてシェアウェアでもないのかな。確か OX についてたんじゃなかったかな。15分、まだあと10分。フォートラン、すいません。これ何か待ってるのか。というわけで駅があった。これは、いや、どれでもじゃないです。実は C とかあんま使えないんです。一番メジャーなやつは鶴ヶ坂駅か。駅舎新しいですね。なんかモダンな感じですよ。モダンな。だいたい、あ、そうや、 3D プリンターの話は、電車移動、これから新青森から電車移動です。新幹線。就活の時なんかやったっけ。面接とか一応あったんですよね。あ、タラボッキ温泉の看板だ。タラポッキか。タラボッキじゃなかったんだ。タラがひらがな、ポッキがカタカナ。薄いですね。3D プリンター、いやー、まだなかなか、なかなか、ウォッチ。変わった、ああいう
なんだっけ、トドホッケーっていうとこありましたね、函館の東の方に、エサンの方に、トドホッケー村だっけ、発車まで2時間、発車まで2時間、あー、2時間ですね。選出マニア、特殊な選出なんですか、あの石油の匂いがしたり、トドホッケー村ですよね。上り坂もうないんじゃないですかね、うん、変わる材料、うん、今日で終わりです、もうすぐ終わり。タラポッキー、え、珍味の名前が温泉になってるんですか、つまりあのチーカマ温泉みたいなもの、いや、タラポッキーだともうちょっと距離あるんで、山内の方がもう駅近くだからそっちで入ろうと思って、今ここ、よいしょ、近い方がなんか安心できますからね。アセンブラは Z8 種だったら前使ってました。よっと。よし。当たり前だのクラッカー。山内そんなに硫黄の匂い強かったっけ？だったっけ？OS が違うと、え、アセンブラが、うん、話が見えん、お土産買わなきゃいけないな、会社向けに。去年何買ったっけ、うん、割といい道になってきましたね。また。うん。いつも、ですか。え、また消えた。今出したばっかりでしょうが。今ここ。本当に消えました。ああ、日陰涼しい。で、あと5分ぐらいで消えました。消えてた。じゃあ。好きです、ロボさん。好きです、いらっしゃいませ。よし、いらっしゃいませ、これで出たと思いますが、キャクの山か、ん、何ロボさん、公営だ、ペット業界、いらっしゃいませ、神話生コン、大好きなのか、5月まで、え、そうなんですか、冬季休業ってことかな、うん、あ、線路離れてるか、え、線路どこ、え、これじゃない、今そこですね、線路、あ、ここちょうどいいや、じゃあ津軽何号でしたっけ、何号かを見ようかな、ああ、もう
ちゃうな。青森駅から来るんですよね。もうそろそろ終わりですか。うん、三内温泉で一旦発信終了ですね。中したいなロボさんと。中。ありが、ありが。ありが、ありが。あ、映像止まった。もったいないな。まあ、写真、私だけ見ればいいでしょう。津軽なんとか号。道路の右線路です。右線路、はい、今見てます。もう間に合わないようなポタファイスタキどうしても横浜に着くまでいつも今ここ見てしまう。わら。え6うわーん、行かないでー。ちょっとポタファイスタキどうこっそりやっとこう。今来た、トムト。うん、あ、来た。横浜には何時に着くの。今行ってないですよね。残念、間に合わない。うん、来たな。なんか、なんとか日立とかに似てるような。今つながった。今ここ出し直して、配信、あ、配信残念、今通過しました。あ、まだか、まだか。何も見えません。うわ、これは完熟トマトやね。東京19時08分起です。ああ、18ですかね。いやー、あや、わら。残念ながら今通過しました。今通過したのは皆さんには写真でご覧いただきましょうかね。トマト。こうです。今、鶴ヶ坂駅の近く。結構かっこいいですね。これ、なんとか日立に似てませんか？なんとか日立。なんとか日立。こんなの。写真はイメージです。スーパー日立とか似てないかな？そんなことないですかね？ソニーですか？結構かっこよかったですね。ポケモンが入ってそう。ポケモンが動いてるの見たかった。あ、今撮ったね。今撮りました。ショットやね。綺麗に撮れてるね。うん、このカメラよく撮れるので。アイアンマン細かく撮れるんですよね。アイアンマン、スパヒタ、なんか私そういうイメージなんですよね。スーパーヒタチはこの間、どっから帰ってきたっけ。この間帰ってきたのは、お笑い行って水戸から帰った時か。水戸から帰った時だ。のスーパー日立に似てると思いました。毎日見れます。住んでれば。またいずれ。東北、いや、そういうわけでもないと思いますけどね。五能線の鈍行は白地に青ラインだったし。志村。751系、今のがですかね。今の津軽が。ああ、リンゴのイメージ使ってあるのあるかも。6キロ。ということは山内温泉はその手前ですよね。さあ、うん、鳥ですか乗り鉄かっていうと鳥鉄ですね。そんなに乗ってないです。でもテスって言われるほどじゃないと思う。私は運転席裏にお父さんに
肩車してもらって見てる子供の方が詳しいと思う。ありゃ。もしかしてポタファイ電池切れかな。もう少しなのに。電池切れたまま間が悪いな。バッテリーどこ行ったっけ。こっち側に入れたっけ。こっちか。さっき詰め直すときに適当に詰め直したもんで。どこだ。あ、これだ。早く早く。遠い電池切れ。でした。あれ？白い。遅い。
やばい、延長できなくなる。枠が取れたよ。来た。群馬、残り3分くらいです。自動無料延長を開始します。終わり、30分延長しました。群馬か、群馬やね。で、再接続して起きた。配信開始。またギリギリでした。よし、復活した。すいません、またポタファイが電池切れで落ちてました。で、そこから電源探してつなぐのにしばらくかかって、そこからまたツール再接続させるのにえらい手間かかるんですよね。なんか再接続が全然できない場合がよくあって、すいません、お待たせしました。心配させやがって。心配させて申し訳ない。めんどくさい。めんどくさい。アナゴがかかりました。お母さんか。温泉行く時間、温泉行く時間、ちょっと急いで入んなきゃダメですね。まあさっと汗流せばいいんで。あと何分で終わりですか。あと次の予定、来月の岩手県もちの関市っていうところでもちサミットっていうのをやるんで、そこに。だるま温泉？温泉から新青森の駅まではどれくらい？駅までは自転車で5分ぐらいですかね。どんなサミットやねん。どんなサミット？いや、本当にそういうのあるんですよ。もちサミットで検索するがいい。おお。そう、もちの関市っていうところがあるんですよ。くすし神社？いつ自宅、今日。そうそう、もちろんですよ。もちろんですよ。もちの関市。わざわざ行きます。まあ、それ目的とは言ってますけど、それをね、出しにして、周辺走るっていうのが、まあ、実質的にはメインなんですけどね。いや、誰じゃなくて、もちの関市で検索するといいよ。いや、もしそんなこと書いてありましたっけ。もちごもちえ、そう、そのあたりかなり無理やりですよね。もちのだし、だし、もち関市、山口県下関。下関はですね、パトカーだ。違う、パトカーじゃない、白バイだ。なんであれ白バイって言うんですかね。パトバイじゃなくて。やべえ、白バイやべえ。白馬の、うん、何を。下関、あー、ここからまたバイパス戻らないかんのか。いや、待てよ。多分、次の餅は尻餅。赤バイってあるんですか。ずんな餅好きですね。大好き。よっ。バイクですか。ずんだー。かも。
あ、まだこれバイパス行かなくていいな。よしよし、青いです。ズナオチうまいっすよ。枝豆は塩味っていう先入観持ってくると違和感ありますけど、小豆だってあんこになるわけだから。ソギャンコツソイギンター、なんか今ずんだでもうまいですよ。1日50キロから100キロぐらいなんですけど、今日は40キロぐらいかな。塩、そうか、電波よくても、あ、行きますよね、でしたよね。予定ルートはそれにしてたはず。ああ、おー、なんだろう、首にマフラーマントとかして、なんかカメラマンの人が、鉄道ですかね。どう、こっち、どうするかな。この後温泉入って余裕があるようだったら新青森駅まで移動して、そこでパッキングする様子見せようと思いますけど、余裕なかったらやらないってことで、やっぱりとりあえず三内温泉のとこで一旦終了ということにしておきましょうかね。おー、盛り上がりが、盛り上がりが、うねりが、うねりが、お、そう、あ、ありがとうございます。寝てしまうかもしれないな、危険だな、寝てしまうかもしれない。今眠気が少し来てるんで、風呂上がりにうとうとしてたらやばいですね。しまった、発車時刻っていうことになりかねない。うん、何がサミットに出品。あ、今ちょっと細かいところが聞こえなかった。でも今回25店舗もあるから、1日行っただけだとどうかな。うん、カメラが寝る寝る、運転しながら、ありますよ。15時42分の新幹線です。黒石焼きそば、黒石つゆ焼きそばは去年新青森駅前、新青森駅の駅内の店で食べました。寝た。15時42分、そうそう、45でしたかね。大きいパンクとかかな、やっぱり。はあ、はあ、置いとく。はあ、3時42分なのにあと1時間半以上ありますよね。ふぅ、餅の席には何先の予定ですか。餅の席、餅の席止まりじゃなくて、去年はあの気仙沼止まりでした。はあ、1時間半、1時間半あれば10時や。15分あれば大丈夫ですね。よ、3、お、おお。GoPro アップですかね。いや、でも今回はそう簡単には、睡眠時間、今回は今日は6時間ぐらい寝てると思うんだけどな。振り返り放送は明日か明後日から、明日は厳しいかも。今日帰ってからできるだけ写真整理とかやります。写真整理とかやりますけどね。ふう、口が。うわ。
滑舌いいでしょう。落ちた落ちた。写真はハードディスクに。よいしょ、危ねえ危ねえ。ああ、割と傷ついたな。64ギガメディア何でしたっけ。よいしょ、エロい。よいしょ、また落とした。完全にガチッとはめてしまうと抜けなくなるんで、そのギリギリのところにしてるんですけど、たまに緩くて落ちちゃいますね。メグミルク前。GPS 落とした。変なところで落ちなくてよかった。ガーミンの バージョンですか。ファームウェアちょっとわかんないです。今覚えてないです。機種で言ったらイートレックス30なんですけどね。ストラップそうですね。溝危ないですね、溝。溝が、メディアが、なんか前来た時こんな感じのとこじゃなかったかな。どこで曲がるんだっけ。あれ GPS がなんかおかしい。 GPS がおかしい。もしかして中で SD カードが抜けたかな、落ちて。うん、いけるいける。自転車は無理。あ、やっぱりちょっと抜けかけてる。こうしてスッとやって、これでよし。衝撃で中の SD カードが抜けたりするんで、ですよ。あれ、ちょっと待った、なんで、ああ逆だった。こうして、62ギガの呪い。ちなみにこれは32ギガで全国分のデータ入ってます。よし。開いてますね。危なかったな。ご指摘ありがとうございます。皆さんの方が心配してくれて。ちょっと、じゃあ iPhone で現在地。輪ゴムか。津軽市、まだ先か。津軽新城で三内霊園の中通っていくわけだから、うん、まだ直進して大丈夫。 GPS ログはこの 2,3 分取れないけど、これ全国分のデータが入ってるせいで起動に 2,3 分かかるんですよ。全国分のデータのフォルダ構成とかファイルの数とかをチェックしてるのかな。これは画像が何万枚だか何十万枚だか入ってるんで。道が新しい。そう、国土地理のサイトからじわ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 データを落としてくるツールを使って、内陸結構走りましたね。これでプロットしたら青森県どのぐらいカバーできたことになるかな。これは拡幅かな、どうだろう。なんか切り替わってるように見えますけどね。うん、1時間40分ロストあったな。うん、すぐわかる。こうだ。綺麗すぎる。お、485。あれは北海道との間の特急でしたっけ、あれって。485って書いてあった。白鳥だっけ、白鳥。知らん。知らんか。単調か。単調っていう特急いるんですか。キキ。ん？
あ、あれ GPS がまだおかしいよ、起動したのに。ガーミンが、現在地が出ない。サテライト捕まえてないだけか。いや、出てるな。北緯40度49、経東経緯140度40、なのに地図が出ない。どうなってる。どうなってますかこれ。まあいいんだけど、最後だけだし。なんかおかしい、壊れてる壊れてる。 GPS ログは取り続けてるんだと思うんだけど、どうなってるどうなってる。あ、書いてみる。うん、スマホの GPS より精度はいいと思います。ノースイーストエクスプレス485、よっと。ここはなんだっけ、菅原新城。よいしょ。今日1日のログが消えてたらやばいな。ログは取れてないと。そうです。マップが、あと何キロ、あと数キロなんですけどね、2、3キロだと思う。あと一駅です。あ、今ここが、もう一回、そうなりますね、超大変です。今ここ出して、いや、温泉諦めてないですけど、今入れ直してみました。認識できてないのかな。いつも現在地が出ないのは変だ。温泉行くつもりです。これは最後に新青森駅までの移動の話はできないかな。お、すごい迫ってきた。前立た。水難か。了解です。うん、夏休み遅かったです。タイミング的に取りづらくて。うん、夏休みは結構良かったですよ。寒くなくて良かったです、とにかく。どこだっけ。うん、カフェイン、了解です。ファミコンロックマン、うん、結構いろんな店ありますね、ここは。あ、アスリート。やった。うん。左に郵便局がありました。
下森駅、うん、ですね。前回来た時はこっち側には来てないから、左でしたね。遅れ。うん。正解。うん。山内温泉の前で終わると思います。ウェーブ。カチカチはいいんですけどね、ミシッとかミシシッとかいう音が。あ、辰巳総菜、ありがとうございます。終わる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 。工藤りんご冷蔵庫、温泉行くつもりですよ。ミシシッピ、あれが新幹線の高架かな。あそこまで行って左に曲がったら新青森駅ですね。新幹線の時間まであと1時間22分乗れてこないです。スロヤー1時間22分、1時間22分。まあ土産買えなくても知らないか。うん、山内温泉です。この辺りじゃないのかな。まあ、あの高架下通っていけば行けるのは前回行って知ってるんですけどね。スマイル15分あれば。あ、もう無事で。そうですね、あそこにするのか。北海道は12回目だったかな、これで。一時期毎年一時期で、ライハ良かったですよ。いかにもライハってライハでした。やってるオーナーさんがライハ好きの人で、結構濃ゆい仲間がいるそうです。うん、12回目。あ、ミルクバナナさん、あ、さっきのありがとうございました。今日はそうですね。ん？他に客はどこの？15時しか見せない。30分で入ってくれば余裕あるはず。ただ土産物ゆっくり買う時間なくなるか。ん？あんまり例に大変貸し切り状態でした。あの放送、昨日の夜放送する前までオーナーさんと話してたんですけど、あの放送するときにはオーナーさんは顔出しはしないってことで、あの事務所の方に戻られたので。土産情報、まあそうですね。前回何買ったかな。自転車で行く。自転車だからか。風とあと何を感じるんだっけ。危険とか感じるんでしたっけ。風とか危険とかを肌で感じることができるからです。風と雨と雷と危険を。そんなんだっけな。名刺おかしいよ。もうすぐ山内温泉。さっと入ってさっと出てくる。結構暑かったような気がする、あそこの温泉は。つかめて。かっこいいことは。どうでしょうネタなんですけどね、今の。ベトナムラストランの。まともな人は。そうですね。と今、私もそうですね。結構。もう1週間戦って気がしましたね。やったった。
霊園、山内霊園、大型車両通行禁止。あ、命は前回確か買わなかったっけ。命、東京、そうですね、ベトナムで。これ抜けたらすぐ右が山内温泉かな。ギリッキギリッキ。うん、バイクは興味ないというか、ああ、なんとかの卵、こっちかな、お金が信号、うん、ギチッ、あ、キチキチじゃなくて雷は、いや、結構自分で食いますね。人数分配って余ったやつは、うん、この卵も命だったか、じゃ、カモメ卵だったかは、なんか買ったような気がするけど、どうだったかな。ボトムブラケット付近な感じです、足で感じた限りでは。ふう、あ、三年温泉ですか。私は以前、去年一遍入ってます。300いくらだったかな。ふう、入らない、入らんのかい、うん、ちょっと道荒れてますかね。ここから右にいたところなので、いらっしゃいませ。でも、もう終わるとこです。今回のツーリングの配信は多分これで終わりです。着替えあります。着替え、あの風呂上がりの着替えだけ残してました。出て続きは多分余裕ないと思います。あれかな。なので、まあ、これで一旦終了ということで。お疲れ様です。うん、ちょっとさっと上がってくるんですけど、私は風呂入ってる時間よりもイベント盛りだくさんの、新幹線爆睡すると思います。新幹線放送はちょっと難しいですね、電波ないと思うし。じゃあまず温泉の前まで行ってから、底辺、いや、目がかからない方やってもいいと思うんですけどね。でも電波ないでしょ、あそこトンネルばっかりだから。さて、 ありがとうございます。山内温泉終わりです。仙台、あ、山の中ばっかりでってことですね。そうそう、トンネルばっかりで、自然の霊泉長寿を熟、山内温泉ありがとうございます。お疲れ様です。よし、到着。じゃあさっと入ってきて、お疲れ様でした。残り3分、あ、ちょうどよかったかな。いや、別にちょうどよくもなんともないや。うん、じゃああとはツイッターで新幹線乗りましたとかやると思いますんで。じゃあありがとうございました。次はもち。じゃあお疲れ様でした。あ、イベントありがとうございます。では、うん、お疲れ様です。